上最強のニューハーフ伊賀のひばり27歳であります。いやー、この筋肉だ。あー、史上最強のニューハーフ。そんなことしてないで早くスタートした方がいい。さあ、どう、危ない危ない危ない。おっと、これをクリアいたしました。危なかった危なかった。かつて井手らっきょと短距離走で対決し勝ったことがあります伊賀のひばりちゃん。ひばりが回る、ひばりが回転する。さあどうでしょうか。一旦ちょっと止まってしまった。頑張れるか頑張れるか頑張れるか。おっと、もう一回起き上がりました。この筋肉のニューハーフ、さあもう一度筋肉のニューハーフ伝説を巻き起こせるか。動いた動いた動いた、動きました動きました。ここまで来た。ローリング丸太成功、ローリング丸太成功。さあ揺れる橋だ、揺れる橋。ちょっと橋がかしいでいる、それを直した。さあどうだ、一歩二歩飛びつきました。さあ続いてどうでしょうか。残り時間がない、10秒を切った。ジャンプ一段、あっと残り時間がほとんどなかった。最後にちょっと飾りたいですね。第1ステージはクリアしたいです。はい、せーの、さあサスケの歴史は幾千もの挑戦者が作ってきました。幾千もの涙と汗がサスケの森には染みついています。サスケとの戦いに今日終止符を打とうとしている男がいます。2人目の完全制覇者、引退をかけて長野誠44歳、今夜この男引退を決意して臨む。1秒でも長くこの男の戦いを見ていたい。長野ファーストステージに挑む。ローリングヒル飛んだ。長野の戦いを1秒でも目に焼き付けたい。新エリアタイファイター越えてゆく。そしてオルゴール、荒海が作ったこの男の肉体と魂。10年前完全制覇を成し遂げたこの長野誠、史上4人しかいない完全制覇者、4人しかいない完全制覇者、そのうちの1人、栄光の100番をつけた長野誠、新エリアダブルペンダルム、高い行った、そして飛び乗った。長野新エリアクリア、そしてタックル。この歴史の中で長野は友を作り、そして家族を作った。いくつもの思い出が残るこのサスケ。今日この男はこのサスケの森を後にしようとしている。そり立つ壁、王者長野誠、そり立つ壁、30秒切ってきた。ゆっくりと確かめる。いった長野、わずかに届かない。20秒切る。どうだ、いった長野、いって長野、いってくれ。残り10秒、長野誠が行く。ファーストステージクリアに向けて時間が少ない。完全制覇者引退するんだから。さあどうだ、なんとここで長野誠がわずかに届かず、あと少し。長野2人目の完全制覇者、長野ファーストステージあとわずかのところでのタイムアップ。この瞬間、長野は一拍子に戻った。ね、最後の結果はどうあれ、まあ、今まで十分サスケに貢献してきた一人だと私は思ってますので、そんな旦那を持てて私は本当に、まあ、誇りに思います。そしてダブルペンダラム、ああ、ありがとうございました。5回目のチャレンジになります。ファイナルステージ進出はしかしまだありません。今夜この男も初のファイナリストとなれるのか。さあ行きます。コング高橋健二33歳、ファーストセカンドと最速タイムを叩き出してきました。さあ、あっという間にスタートしたコング高橋、狙って出したセカンドステージの最速タイム、ここはタイムは関係なし、とにかく確実に一つ一つのエリアをねじ伏せます。いつしか誰が呼んだかコング高橋、まさにその風貌、その雄たけび、コングそのものです。5度目のサードステージ、ゆっくりと時間をかけます。エリアの難易度は変わっても、そこはサードステージ、雰囲気というものを分かっています。さあロープジャンクション、長さの異なる6つの命綱、さあ3本目4本目、あっという間、まさにコング綱と戯れる。おお、速っ速っ、まさにコング綱と戯れる。サードステージ、クリフハンガーを攻略するために減量した、その減量功を奏し、前回大会はグライディングリングまで進みました。体調もいい、絶好調で挑む2010年元日のサスケ、初の元日決戦、この男もファイナリストに名乗りを上げようとしています。悪魔のささやきを聞く間もなくデビルステップス通り過ぎた。さあシンクリフハンガー、手を交差させるように進んでいく、あの独特のシンクリフハンガーの攻略、さあ今回も見せてくるのか。さあ指先をかけました。ゆっくり進み出しました。まず右斜め上、ここから手をクロスさせながら進んでいく、これが大技、クロスしてコング進む。オリジナルの技をここで持っています、シンクリフハンガー。いやもう体力なくなるよ、クロスなんかやったらいけるけど、もうシンクリフハンガーはコングにとって敵ではありません。ジャンピングバーからハングクライミング、橋本が、リー・エンチが、そしてウルシャナが越えた。さあ成功の連鎖、どこまで続くのか。このコングを含めてあと残りは3人です。果たして2010年元日決戦のSASUKE、何人がファイナルステージに進むのか。大きく深呼吸、さあ意を決してジャンピングバー、真っ赤な体を振って2本目、さあ慎重に3本目、雄たけびを上げるために4本目、さあ体を反転しハングクライミング、まさにコングそのもの、大きな体、長い手足を十分に使っていきます。直旅を履いたコング、さあ先へ進む。さあどうした、やや苦しくなってきたのかコング高橋、33歳のコング高橋、足を使いながら慎重です。ゆっくりと進んでいきます。さあどうだ、血管が浮き上がってきた。苦しそうに苦しそうにスパイダーフリップ、さあ下を見れば静かな水面が広がっています。漆黒の闇が広がる 2m。 さあ真っ赤な体、どう飛ぶコング、前回は超えています。さあ雄たけび上げながらコング高橋 2m 先、スパイダーフリップはどうだ、ねじ伏せました。さあ4人目コングも来るか、慎重にね、慎重に。緑のバーでつかの間の休息、そして視線の先にはファイナルステージ。前回は最後の最後赤い絨毯に足がかかっていたが背中から着水、あのミスはしない。さあ行く、お前ならやれるコング高橋、初のファイナリストになれるか。33歳となりオールスターズでもない新世代でもない、この男は紛れもなく唯一無二の存在コングです。さあこの男もまた時代を変える男なのか、初のファイナリストに向けてスタート。真っ赤な体、コングは体を切っている。5度目の挑戦、さあ初のファイナリストになるか、どうだ、やったー、漆黒の闇、地面を叩いて赤い絨毯を叩いて喜びを表す。吠えた吠えたコング高橋、5度目の挑戦で初めてのファイナリスト。ここにたどり着くまでが遠かった、さまざまな思いが去来しています。初挑戦は2000年の第5回大会、紆余曲折がありこのSASUKEに戻ってきた。5回目の挑戦、ようやくこの赤い絨毯の上で涙を流す時が来た。コングさんおめでとうございます。ありがとうございます。今どんな思いが頭をよぎっていますか？もう今までつかめそうでつかめなかったこのサードステージクリア、ついにつかみました。そうですね、もうずっと7回から目標にしてたんですけど、気づいたら10年目になってましたたどり着いてよかったです。改めておめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もうやっとファイナルです。嬉しい。悔いのないように頑張ってほしいね。そう、お兄ちゃん寝てる。お兄ちゃんは寝てる。ファイナルでまた泣いてください。段差が結構思ったより離れて高くなってるんですね。これきつそうだな。家で練習してますよ。スマの上に練習してますけどね。皆さんサードステージ付近へお集まりください。7:3ぐらいの割合で、6:4でいけるのが4かな。最後挑戦者となりました。山本慎吾が行きます。25歳。まず山本に襲いかかるのは肩口のメリーゴーランド、回転するダイハードと言われるプロペラ運転、スルッといきました。左の肩口のテーピング、脱臼癖が怖い。かなり左の肩口を痛めておりますが、ここの辺りは軽快にいきます。右を曲げております。右を曲げております。とにかく負傷している左の肩口をかばっていくプロペラ運転。さあ、スタミナという大河ドラマの伏線、次々と山本に襲いかかります。体脂肪をそぎ落としたブルーカラーの狼山本慎吾25歳、ガスステーション勤務。さあ、ここの辺りはどうでしょうか。人間シューキーパーと言われるボディープロップ、初お目見えであります。さあ、出ていきました。出ていきました。危険な牛歩戦術、横歩きの危険な牛歩戦術に出ております。さあ、慎重にいきます。慎重にいきます。さあ、どうでしょうか。この感覚はどうか。この感覚はどうか。バランスをとっている。バランスをとっている。噛み締めるように横歩き状態であります。さあ、左の腕の移動はどうか。左の肩口が心配でありますが、徐々に徐々にゴールに近づいていく山本慎吾。さあ、クリアした。本題のボディープロップ、ここはクリアしていきました。さあ、続いてはアームバイクが待っております。ここはどうでしょうか。今度は右のカイナ、おっと左の肩口を押さえている。さあ、だいぶ腕のあたりに負担がかかっているのは火を見るより明らかであります。そして第3の難関、このアームバイクに歩を進めてまいりました山本慎吾25歳であります。さあ、行きました。初体験のアームバイクであります。肘を曲げている。剛腕猫じゃらし、剛腕猫じゃらし。さあ、一瞬の間を置いてから慎重に着地いたしました。さあ、出てまいりました。クリフハンガー、前回の「SASUKE」においてはサードステージまで進めなかった山本慎吾、続いても初体験のクリフハンガーであります。右の肩口、左の肩口を交互に振っている。左の肩口を押さえた。日常の仕事労働においてかぶり慣れたそのキャップ、これをかぶったままより体脂肪をそぎ落として今回の「SASUKE」に臨んでまいりました。軽いストレッチングを行っている。腕の筋を伸ばしております山本慎吾であります。ガソリンスタンドのタイヤが積み上げられている倉庫において、かなり指から握力にかけてこのクリフハンガーに備えてトレーニングを積んでまいりました。さあ、山本がいきます。山本いった。肘を曲げている。今回は2段になっている。このクリフハンガー、命がけであります。さあ、段差があります。段差があります。31センチの段差、これをクリアする。これをクリアする。試技を打ち鳴らすかのような仕草、油断は禁物であります。一瞬ホッとしたのか山本慎吾、こっからいよいよ最大の難関に出ていきます。孤独な一人旅に出ておりますこの第3ステージ。もう一度ストレッチング、自分の腕の力、あるいは肩口の負傷、この辺を騙すかのような仕草であります。パイプスライダーの下には底なし沼が待っております。亡霊の池とも言われております。そこを見ずにこのパイプスライダーというこの難所において二の腕の発想飛びを見せてくれるか。さあ、滑り止め、これを棚心につけまして意を決して山本慎吾が行きます。さあ出ていきました、出ていきました。さあスライドする、スライドする。肘を曲げている、肘を曲げている、膝も曲げている。さあいいぞ、いいぞ。さあ中段まで行くか。一瞬の止まりに左の肘をかけていった。ここの当たりも油断は禁物であります。今年結婚する予定であるという山本慎吾、結婚資金を稼ぎたいと軽やかに笑って語ってくれました。さあ一直線、毎日凡事に栄光に向かってこの第3ステージをクリアすることができるでありましょうか。一瞬の休息、乳酸値はどうか。肩口から腕にかけて特にその乳酸を蹴散らしたい。自分の腕をあやしている。多分フィアンセがこの動き一挙手一投足を見守っていることでありましょう。さあ臨戦態勢、臨戦態勢。さあ体を伸ばした。さあいったいった。相変わらず肘をかけている。軽快なリズム、軽快なリズム。そしてここの決めどころ、ここの決めどころ。左の肩口の左の肩口の左の肩口のに吸い込まれた。やはり筋肉は限界だったか。そして肩背後だったのか。最後の料理に手こずった。これはやはり負傷の具合と過度な疲労というものが災いしていたのか。全身から湯気が立ち上っている。緑山の凍てつくような寒さの中で蒸気がまるで往路のように立ち上っております。万策尽き果てた男のその一歩一歩、がっくりと肩を落としている山本慎吾。サードステージ制覇というところまであと本当に一歩でしたよね。いや、ここまで来て悔しいですね。もうやはり負傷していた左の肩口を無意識にかばうというようなところが最後のパイプスライダーであったんでしょうか。どうでしょうか。かなりやっぱり痛いですね。痛い、はい。ちらっとさっき私言ったんですけども、はい、今年7月ですか、結婚の予定。あ、そうです、はい。今日はフィアンセ見えてるんですか。来てます。どこにいらっしゃいますか。あれ、あ、向こうにいます。ちょっと手を挙げてください。どこにいます。ああ、やっぱり決めたいなっつうとこありましたよね。余計に見せつけたいなってありましたね、やっぱ。ありがとうございました。お疲れ様です。どうもありがとうございました。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。